さん邪魔したの今。どこ行く。スワットを避ける。いない。クリアリングは大事。クリア、オッケー、行きます。あっちやばいだろ。こっちじゃない。ああ、リュウさん、リュウさん、やつらに囲まれてる。貨物室にいる仲間が殺されちゃうわ。ちょっと待って、考えさせて。ごめん、それだけは考えさせて。警告、サイモンとジョッシュ、ヘリ、ジェリコを爆破する。え？ちょっと、ジェリコを爆破したら中にいる人間は死ぬよね。それはテロだよね。でも仲間みんなは助かるんか。アンドロイドのリーダーとしてマーカスはどうするべきだ。サイモンとジョッシュ、サイモンとジョッシュはどこだ。わかんない、はぐれた。そっか。警告、どうだ、みんなに警告。向かった3階に出口がある。見つけたら川に飛び込むんだ。まだあんの。ヘリ上のデッキからも来るぞ。これじゃ蜂の巣だ。逃げないと、もう諦めるしかないわ。爆破すんのかい。結局爆破すんのかい。大声出しちゃったでしょ、もう。ジェリコを爆破する。船が沈めば奴らも逃げ出して、みんなも逃げられる。そんなの無理よ。兵士だらけなのに爆弾のある貨物室までどうやって行くの。やめろマーカス、奴らの狙いは君なんだぞ。みんなを助けてやれ、後で合流する。マーカス、すぐに行くよ。僕は今、なるほど。これでジェリコともお別れ。みんなを救ってマーカス。逃げ遅れたんか。なんかあれだよね、停滞が悪いことだって人は言うけどさ、停滞してれば死なない命だってあるんだよ。動こうとしたから死ぬ命がある。問題を起こすやつがいたら。了解しました。もうやだ。私は今何が正解かなんてもう分かってない。俺はほっとけ。アリスを頼む。ルーさん置いてなんかいけないよ。でしょか。置いてかないよね。置いてかないよ。置いてけないでしょ。待ってくれ。ちょっとこの二択をやめろよ。ちょっと待って。ごめん。なんかすぐ決めるべきなのは分かってんだけどさ。ルーさんを助けてアリスを守ることだってできるよな。だってもうカーラにとっての家族ってアリスだけじゃないんだよ。ルーサーだって家族なんだよ。これ見捨てられるわけないよ。でもじゃあみんなで死ねってこと？違うんだ、そうじゃなくて。みんなでいたい、みんなでいなきゃ意味ない。犠牲の上に成り立つのは分かってるけどさ、ルーサーまで犠牲になることあんの？ここで見捨てりゃアリスが守られるの？それ地獄すぎない？ごめん、一回ルーサー助けるわ。何してる。一緒に行くの。カーラ、ダメだ。行くんだよ。行けー、早く。私の連射能力をなめるな。全然連射してねえ、言うほど。ここを動くな。おお、バレないことってあるんだ。なんて無茶な真似を。アリスを危険にさらすつもりか。そうじゃねえよ。奴らが戻る前に行くんだ。それじゃあなたはどうするつもり。心配するな、アリスが無事ならそれでいい。よくない。置いていくなんて絶対に嫌。大丈夫、先に国境に行って待ってて。ほら行って、気をつけるんだぞ。なんか無理な顔してたよ。
今不利な顔してた。ルーさんを置いていった。マジ地獄。カーナ、この人死んじゃうよ。レーンドアを開けてあげて。待ってちょっと待ってこれめちゃくちゃきつい2択だと思うんだけどさ、さっきはねルーサーだから助けられたの、家族だから。でもねこれって開けたら家族が危険にさらされるかもしれないので、助けを求めてるのって顔も知らない人なの。この作りめちゃくちゃ意地悪だと思ってて、今まで一回でもこの人、その扉の向こうの人と接触したことがあってとかならまだわかんの。マジで一回も話したことのない知らない人なんだよね、少なくとも今のところ。もしかしたらそういう人なのかもしれないけど、でもここに来てからそういう人と出会ってないから、おそらく知らない人なんだよ。で、それを家族を危険にさらしてまで助けるかってマジで人格出るよねっていうさ。私それで考えるともうこれ助けられないかも。いやーでもな、ドアを開けて本当に救える命があるのかって、救える命と失われる命の数がどっちかによる。私はでも未来なんて見えるわけないから、そうだといいなと信じて手を差し伸べるしかないんだよね。救えると信じて、そして自分たちも救われると信じてやるしかないんだよね。じゃあ一人だけなら救うの？ここにたまたま入ってこれるこの人だけ救って、他の人は見て見ぬふりすんの？自分じゃどうしようもできなかったからって。いやでもそれでいいのかもしれない。結局個人ができることって、その個人が手を伸ばしたその距離までしかどうにもならないことなんだよね。全人類を救うなんて無理だから、全人類に好かれようとするのも無理だから、だったら手が届く範囲のところまで助けられるんだったら助けたいとは思うわ。今手を伸ばしたら助かるかもしれない命があるんだよね。でもこの先でアリスが死んじゃったら私やり直すかもしんないけど、少なくとも助かるんじゃないか、みんなが、扉の向こうのこの人もアリスも私もカーラもと思ってるから、今はとりあえず開けることにします。もうね、一個一個の選択肢が重すぎてだいぶ考えちゃって本当につまんない実況になってるのは申し訳ないんだけど、ごめん、そうします。早く来い。あった、ごめんなさい、間違えた。はいはいはい、やるのか、やれるよな。大丈夫カーラ。やれる。ええ、平気よ。 QT が入るの持ってなくて、もう行かないと。びっくりしちゃった。おい、あっちにもいたぞ、ついてこい。相手が殺そうとしてきたならもうこればかりは致し方ない。命のやり取りならば。何度の人もぶっといて。大丈夫か、いけんのかこれ。仲間を助ける、仲間を助ける、助けられる。
る仲間いた。えい、あ、できなかった。ちょっと待って、今やったんだけど。えい、任せ、助かった。逃げるんだ、急げ。そうだ、そんなことより急げ。おお、無理だろ。ガンマ隊隊長、ハイドア。え？ちょ、え？ちゃんと。動くな。うん、ねえ、今どっちだったんだろう。こっちじゃなきゃ死んでたのかな。これ下から撃たれ？おい、動くな。え、助けらんねえの、あれ。あそこ行くん、OK、外す。うーん、はい、かい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 、よいしょー、はい、ドーン。やる、任せ、任せ。いいから早く逃げろ。みんなのとこへ。いや、救世主に見えただろうな。で、私どこ行くって。もう迷ってるよ。こっち、あ、なんか違う気がするけど大丈夫か。あ、あ、探せ、すぐに行く。サイモンは、サイモンは出口よ、助かったのよ、アリス。まだ助かってない、急げ。動くな、動く。逃げる、ひたすら逃げろ。うわ、カーラ、待って、ねえ、来るよ、こっちに来る。立ち上がれ。ダメだ。ねえ、カーラ、来るよ、こっちに来る。撃たないで。待って、撃たないで。どこから来た。家族なの、殺さないで。ほら行け、さっさとしろ。歩けるのか。うん、私が手伝う。これどうしたらいいの。二人はどうなっちゃうの。死んだふりすればよかった。待って。ちょっと待って。ごめん、ちょっと待って。ここで助かったって待ってるのって死ぬだけだよね。攻撃する？もう一回、今のとこもう一回やらして。これどこまで戻るんだろう。どこまで本当に隠れればいいのかな。逃げたからかな。どこまで戻るかな、ここまで戻るかな。ここまで戻るとしんどいけど、やれるよな、やれるわ。ちょっとあれだな、収録時間が私の中でちょっともう無理になってきてしまったので、明日やる？ちょっと、うん、ちょっと気になるだろうけれども、ここのやり直しからちょっとやっていきたいと思います。待ってて。前回やり直すと言って、やり直してる間にもうなんかしんどくなっちゃって2週間ぐらい空いてからのここまで来たんですけれども、やり直しをね最初からしてきたんだけど、 あのね一応この後一回隠れるにしたいなと思っていて、あれだよね、なんか逃げるとか隠れるとかあったはずなので、一回隠れるで様子を見たいなと思ってるんですけど、
それでもどうにもならなかったりとか死んでしまったらっていうことを考えると、まあ一応生存という意味では前回の、あの選択は間違いではなかったと思うので、うん、生かす方にしたいよなということで、今回隠れるにしてみてどうにもならなかったら、前回と同じ選択をしたいなと思います。よろたの、よし助かったのよアリス。動くな。あ、全然隠れるとかなかったわ。ウケ、死んだふり伏せて。これアリス、殺さないでくれ。何も言わなきゃいい、何も言わなきゃいいんだ。すげえ、しっかり死んだふりできてる。よし、引き上げるぞ。ナイス。動くなよ、動くなよ。いいのこれ、立ち上がって足音とかが全部去ってからの方がいいよねとか思ったけど、なんもねえな。あー、ドキドキした。あー、ドキドキした。ほら行きましょう。あー、二人が一緒だ。でもルーサーは、わー、すげー、ちゃんと生き延びてる。いや、もうこっからだよ、こっから初見だよ、クソ。あー、吐く吐く、緊張で吐く。あー、ここを動くな。ほら、さっさと行くんだ。動いちゃうんだよな。はい、おいおいおい、おお、 QTE が多い。よいしょ、おい。あ、もうマジで気持ち悪い。気持ち悪いのは緊張のせいですね。胃が痛いって。おおおおおお。爆破か、爆破か。起動。でもこれ爆破したらルーサーは？時期に爆弾が爆発する。逃げるぞ。ルーサー、ルーサーはどっかにいない。ちょっと待って、ちょっと待って、ここでルーサーを助けるみたいなのがどこかにないか。なんか、あ、きつい。きつい。どうしよう。なんか知らない間にサイモンがいたな。なんかどっかにない、どっかにないか。いや、逃げるの前にさ、あ、ノース。手遅れだ。モースのことはもう諦め、ダメだよ。救え。え、何それ。知らないやつ出てきた今一瞬。あ、間違えた、間違えてない、間違えてない。はい、おーおーおーおお、行くぞノース、早く。死ぬかもしれない。コナー、コナー、めちゃくちゃ間違えてる。あ、違う、もう動揺してんのよ。コナー、これは私のせいなのでやり直します。これはこれやり直し効くよな。よいしょ、時期に爆弾が爆発する。逃げるぞ。行くぞ。さっきのことは夢だ、夢&幻。おいえ、これはゲームだからやり直しが効くんであって、本来はそんなことないんだからな。あ、ノース助けるぞ、ノースを。マーカス手遅れだ、ノースのことはもう諦めろ。サイモン、そんなこと言うな。よいしょ、今回の僕はちゃんとうまくやるよ。何度でも何度でも。
コナーも救ってみせるさ。あっちだ、走れ。行けコナー。完璧、完璧コーナー。急いで逃げるんだ。そうだ、急いで逃げるんだ。おおおおおおお、綺麗に飛び込む。うわあ、ルーサー、ルーサー。貨物室で爆弾が爆発しました。船が沈んでいます。全員脱出させろ。全隊員に告ぐ。全員至急船から脱出せよ。ルーサー、これで終わりじゃないぞ。ルーサー、最終章じゃないの？まだ終わらないの？次はロタ。待って、ここはさ、うまくいってるけど、うまくいってるけど、カーラ、ルーサ、あ、でもルーサーを安全な場所に移すって書いてある。ってことはルーサーが隠れられる場所に置いておくっていうところになってるから、ルーサー生きてる説ある？大丈夫？これワンチャンス歩くない？すごい、大丈夫じゃない？これコナーは？今コナーとアマンダが一緒になってコマンダって言いそうになったんだけど、ハンクが友情、アマンダが裏切りでしょ？で、このまま変異体になりました、ならないルートっていうのももちろんあるわけで、でジェリコの襲撃があり、あれか、変異体にならなかった場合ってジェリコの襲撃にコナーが加わることになるんかな。ちょっと待って、これ何？これジェリコ襲撃の後、なんかめちゃくちゃスキップしてるのがあるんだけど、この間の選択肢一体なんだろうか。めちゃくちゃすっ飛ばしてる。はわー、どうなっちゃうんだろう。どうなっちゃうんだろう。とりあえずジェリコの仲間と脱出っていうルートになってるので、どうなっちゃうんだろう。怖すぎるんだけど、もうやだー。